セリです。メイです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はセリとメイちゃんのつくばの中身紹介です。イエーイ。はい、いつも学校に持って行ってるものとリュックを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまずセリから紹介していきます。リュックはこんな感じです。これは中学1年生の前に買ってもらってずっと使ってます。じゃあ全体的に荷物が少ないんですけど、まずこの一番下のちっちゃいポケットから紹介します。まずここには汗拭きシートとスプレーが入ってて、体育の時とか終わったらいつもしてます。暑い時にこれがあったらすごい涼しくなるので、これはおすすめです。何のスプレー？これはシュッてしたらスースーするスプレー。鼻石鹸っていう匂い。鼻石鹸の匂い。ここは以上です。じゃあ次は前のポケットみたいなところ。ここはここよりちっちゃいんですけど、ここはまず折りたたみ傘が入ってます。これはいつもはここに入れたりもします。で次はハンカチとティッシュ。これはポーチですね。これはお誕生日プレゼントにもらったやつです。でこの中にはクッシュと前髪のあのこうやってシースルーにするやつとリップと目薬が入ってます。女子力だなんかあんまり使わん使わない。でここの中にもう一個ポケットがあって入れるところがあるんですけど、ここは生徒手帳が入ってます。でここのこっち側に傘を入れてる、これが反対側にもあるんですけど、そこにはいつも水筒入れてます。じゃあ中なんですけど本当に何も入ってないんですけど、まず筆箱ですね。筆箱は前に筆箱紹介した時と同じやつを使ってるんですけど、今日は必要最低限のものだけ入れてきました。これはファイルですね。これはなんか何個も入れれるようになってて、教科ごとに入れたりプリントとか整理してできるのでこれを使ってます。これはあの破れないから好き。目破いて見ちゃう。で空っぽですね。いつもは宿題とかここに入れて持って帰ってるんですけど、まあ、あの置き勉しているので軽くていいです。いいね。はい。で最後は3つここにチェックがあるんですけど、うん、何も入ってないけど、1学期終わったら教科書とか持って帰るじゃないですか、うん、それを大量に入れるからここにいつも入れてます。あとはここは後ろにもポケットがあるんですけど、つながっててここから後ろから取れるようになってます。便利なやつが欲しかったけどなかった、そのタイプ。嘘。以上でーす。はい、シンプルだけど可愛いし、めっちゃ入るね。ふへふへ。はい、じゃあ次はメイのスクールバッグを紹介していきます。メイのつくばはロキシーのつくばになってます。中を紹介していきます。このポーチはニコプチの付録なんですけど、中はメンソレータムの薬用リップとか、あと紙石鹸です。あ、持ってる。次はサンリオのクギミューのハンドクリームです。これはお友達に誕生日プレゼントでもらったんですけど、このクギミューとメイ同じ誕生日なんですよ。だからサンリオの推しなんですよ。へえ、かわいい。かわいいよね。はい、ハンカチです。なんか妹が持ってたんでちょっともらってきました。で、あと1枚しか入ってないんですけどウェットティッシュです。
これはハンドジェルなんですけど、消毒ができるハンドジェルで、すごい。給食前とかに使ってます。でカップケーキもついてるので可愛いです。であとは私のお家がカードキーなので、これに入れてピッて帰ったりしてます。帰ったり前ポケットは以上です。次はこの後ろこの中は雨の日とか靴下濡れちゃう日がよくあるんですけど、そういう日用に予備で靴下をクリアタイプのポーチに入れて持ってってます。この前私やらかして替えを忘れてどうしようと思った時に、学校にサランラップがあるんですよ足にサランラップ巻いてその上から靴下履いて一日過ごしてました。やだだってサランラップ巻く人初めて聞いた。靴とか濡れてる日もあった。次は筆箱です。これは筆箱紹介の時に紹介してるのでぜひ見てください。で、このまた後ろのポケット紹介します。最初はファイルです。これは僕のヒーローアカデミアの推しの轟翔太くんです。誰ですか見てください毎日休み時間一人でこうやって眺めてたりしちゃってます次は折りたたみ傘です。これは3COINS で買いました。好きな水色なので、かわいい、お気に入りです。最後かなはい手提げなんですけど、手提げが必要な時のために常に入れてあるんですけど、これは原宿の雑貨屋さんで買ったものです。メインの服がこんな感じでした。イエーイ。めっちゃ女子力高いし、可愛いもんばっかりやった、セリちゃんも可愛かったいや、めっちゃ少なかったしいや、なんか無駄に物多くなっちゃうから毎日ね、重いの背負って疲れるけど、なんか使えるから本当に確かに。そうはい、スクワの中身はこんな感じでした。どうでしたか？みんなも同じもの入れてるよとかあったらコメントで教えてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。